どうも、サクです。今回は、前回の B メロに続きまして、いよいよサビということでですね、やっていきたいなと思います。はい、こんな感じなんですけどもね、まあそんなに難しいことはありませんね。A メロに結構似てる感じでね、そうですね、 B メロの最後、喧嘩を始めるよ、ここからですね。サビはまあこんな感じなんですけどもね、ゆっくりやりましょうかね。ここまでやるとですね、最後まで、まあ、ある程度応用でできるんですよね。はい。それでですね、サビをやると言ったんですけども、まあ、このままアウトロまで持っていこうかなと思います。最後はね、明日の俺は今日よりも、こういう感じで終わりますよね。まあ、一人で弾く人が多いと思うので、まあ、二人では弾かないですよね、やっぱり。CD の場合は、アウトロは重ねて弾いてるので、みたいに、こう入ってるんですけども、一人でやる場合はですね、最後の、この、これだけ弾くとまあかっこいいかなと思ってね、提案なんですよ。絶対に B、絶対に 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 B。まあちょっとミスったけど、これを入れることによってなんかまあ CD っぽくもなるし、かっこいいかなと。このまま終わってもいいんですけども、やっぱりこれ入れたいですよね、やっぱりね。ということでね、まあ簡単ではございますが、まあ今までね、イントロ、A メロ、B メロ、サビと続いてきましたけども、あとはまあラフな感じでやってもいいかなと思うんですよね。ちょっとストロークが違ったとしてもね。CD を聴いてるとその時でストロークって変わってたりするのでね、まあ、今はこう決めてやりましたけどもね、まあ、こんな感じで決めてやるのもいいし、少しこうとか、このサス4が入るタイミングとかもこういう感じで、まあ自由にやってもね、楽しいと思います。はい、まあ、いろいろ楽しめる要素が多いかなと思います。はい、
今までやったことを、まあ、応用でできると思いますので、ぜひね、ビッグのカバーを楽しんでみてください。それでは、粗末な動画ではございましたが、参考にしていただけてありがとうございます。ということで、これでビッグのレッスンは終了となります。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。サックでした。